ということで、これ、はい、録画始まってますね。ということで、皆さんこんばんは。今日も、去年の1月から行っている社会的連帯経済についての勉強会ですが、今回は、日頃は、通訳と、や司会として、このイベントをやっている、広田が、私広田が、今日は、講演者として、その、まあ、世界の通貨地域、地域通貨の、現状とか、いろんな考え方とかについて、ちょっと、紹介 したいと思います、一応私自体もそっちの方で勉強それなりの、勉強を重ねてきた人間なので、まあ他の事例を紹介するだけではなくやはり僕自体が何というかそういう発表する機会も1回は必要かなと思ってちょっと今回は、企画しました。で、今から始めたいと思いますが、まず、皆さんにちょっと、思い出していただきたい点としては、経済という単語の語源ですね。英語ではエコノミー、と言いまして、まあ、英語以外のヨーロッパの言葉でもこの、似たような単語を使うんですが、このエコノミーという単語はですね、もともとギリシャ語で、で火星ぐらいの意味になると思います。このエコノミーのという単語はもともとオイコスという部分とネムという2つの部分からできた単語なんですが、そのオイコスという部分はその家という意味ですね。だからエコという単語でよく日本でも皆さん意識される単語としてはエコノミーのほかエコロジーがあると思いますが、これはエコロジーについては直訳すると家の論理ということにな、家の論理とか学問とかいうことになります。でそれに対しノミーというのは統治、統治とか管理とかいう意味になりまして、ですから英単語のみで終わる英単語として、有名なのは例えばオートノミー、自治ですね、自治権の自治ですから、そういう単語があって、基本的に家政だから家のことを管理するというのが、意味で、もともとアリストテレスあたりの造語です。その一方、日本で、経済という単語を使いますが、これのもともとの、由来は経世済民といいまして、これは、まあ、中国の、王図という人が隋ぐらいの時代になるんですけど、文中史という、文献の中で、使っている表現で、要するに社会をきちんと運営して、庶民の、ニーズを満たすということですね。でなぜこの、話をから、僕が始めるかと言いますと、経済と言うと皆さん利益と思われているかもしれませんが、その利益とは利益追求とはではないのが経済の本質であるということですね。で実際アリストテレスも、その金儲けにばかり関心を寄せる当時のギリシャ人に対して批判的な発言をしてますし、で日本の中でもその、金儲け、については別に利財という単語がもともとあるんですけど、この利財と経済、利財だから、理科の利と財産の財ですけど、その利財と経済とは違うということを、もともとですね、明らかにしているわけです。で、明らかにしており、その両方を区別しているわけです。で、やはりだから経済という単語の、その、だから経済について話す前に、やはりその経済というのがもともとどういう、概念を意味していたかという、そのルーツに、立ち返るということは、個人的、まあ、僕はもともと、語学が好きで、そういう、最近語源学とか結構ハマってるんですけど、まあ、そういうあたりで、個人的には大切なことかと思います。で、ここからはあえて皆さんに質問したいと思いますが、お金とは何でしょうということですね。ですからお金を持ってたらできることってたくさんあるわけです。お金を持ってれば、例えば、お金を持ってたら例えば美味しい料理も食べれるし、日本国内あるいは、まあコロナ の問題がなくなったら世界各地に旅行したり、あるいは、家を買ったりできますし、あと法律とか、であんまり良くないことではありますけれども、例えば、残念ながら世界には お金を使って例えば賄賂を送ったりとかそういうことする人もいるわけですよね。だからお金があると何ができ、もちろん賄賂なんかを払ったら捕まりますけど、ただ賄賂の手段としてお金が使われるということはみんな知ってるわけです。そうやってお金を使ったら何ができるかはみんな知ってても、お金そのものは何かというのは意外に知られてないわけです。でここで皆さんにちょっと質問したいと思います。マイクは、オンにしていただきたいと思うんですが、お金とは何でしょうか
どなたか分かる方がいれば、お金とは何か誰か定義していただけますか？マイクをオンにして。道具。もうちょっと違う定義ありますかね。誰かお金とは何かという定義分かる方いらっしゃいますか。どなたもいらっしゃいませんか。お金と難しい。なんか大学の先生が難しいっていうぐらいですから。価値の尺度。他に何か皆さん何か、ありますか？お金とは何か。この質問自体は小学生でも分かるものだと思いますけど、意外に答えが、詰まる、あるいは少なくとも僕が期待している答えはなかなか出てこないと思うんですが、さて、他にどなたか、いらっしゃいますか？いらっしゃらないようなので、ちょっと次に進みますと、簡単に言うと人間による協定です。で、先ほどアリストテレスの話しましたけど、このアリストテレスがですね、ニコマトス倫理学という本の中で、お金は自然には存在せず、法律によってのみ存在すると規定しているわけですね。これはどういうことかというと、そもそも何をお金として使うかっていうのは、人間社会が決めるわけですね。だから社会によって、例えば貝殻を使うケースもあれば、塩を使うケースもあり、金銀を使うケースもあれば、まあ、今で、だから、例えば日本であれば、福沢諭吉の1万円札、いや野口英世の千円札とか、で、まあ、最近ではビットコインとかもお金とみなす人もいますけれども、もうそれがお金、何であれそれがお金かどうかというのを決めるのは、それは法律とか人間の社会のルールなわけですね。で、この点について、その地域通貨の、専門家として、非常に有名だったベルギー出身のベルナード・リエターという人がいましたけど、彼は交換手段として何かを使うという地域社会内の合意と言ってるわけです。で、ここで大切なのは、合意というのはいつでも好きな時に変更可能。だからどういうことかというと、さっき、今だから貝殻とか、塩とか、お札とか、金銀とか、ビットコインとかの話しましたけど、お金として何を使うか自体は実は何でもいいわけです。それこそその社会にとって一番都合のいいものであれば、紙切れであってもいいし、紙じゃなくて、まあ、最近はポリバーのなんか、お札を発行してくるもありますけど、それもいいし、金貨でもいいし、ニッケル貨であってもいいし、ビットコインであってもいいし、あるいは通帳に書き込まれた残高でも何でもいいんですよ。で、この合意というのは、その社会の状況が変わると、変更されるわけですね。ですから、昔々は貝殻だったかもしれないけど、貝殻とか金だったかもしれないけど、金本位制が都合が悪くなって、今は、打艦ではない、不換紙幣になって、だからお札は、お札をいくら持ってても、それを例えば日銀が金に変えてくれるということはなくなりましたけど、そこら辺のルールは本当に、いつでも人間側の、の都合で変えられるわけですね。ここが大事なわけで、だからお金という制度はもう絶対変えられないというのではなくて、人間社会がそのニーズに応じて、好きなようにお金のシステムをデザインできる。これが、今日まあ話したいポイントの、最初のポイントですね。2つ目か、最初は経済の定義です、例えば。で、その次にですね、今の通貨制度の問題として、以下の5点を示すことができますけど、ここら辺も先ほど話したリエタさんの話、リエタのはな、うん、出典ですからの出典ですが、すいません、そのあたり出典書き忘れました。そのあたりで大きなポイントとしては、まず民間銀行が銀行融資として通貨を発行することで景気の波が激化する。これについてはちょっと後で、まあ大体、ここら辺のポイントについては今から後で説明しますが、まずこれが1つ目。
次に短期で利益が出る事業に資金が集中する。で3つ目は、常なる経済成長の、強制ですね。だからどこの国に行っても、例えばもう、日本は経済、先進国だからこれ以上経済成長無理にしなくてもいいじゃないかという議論は絶対出てこないわけですね。日本経済はやはり3%だの 5% だの経済成長しなきゃいけないという人たちが絶対、そういう人ばっかりなんですけど、なぜずっとそもそも成長しなきゃいけないのかということに対する根本的な疑問、そしてあとトリックルダウンとか、トリックルダウンとか言う人もいますけど、実際は通貨システムによってはトリックルダウンではなく、むしろ富の集中が起こっていると。あと、この最後のソーシャルキャピタルの崩壊については、今回はちょっとあまり取り扱いませんけれども、簡単に言うと、経済の競争が進めば進むほど、みんなが利己的なり、わがままになるので、自分さえ良ければという社会になるので、地域社会でみんな助け合いましょうみたいな感じの雰囲気がどんどん崩れていくというわけです。でこの問題点について、じゃあそれぞれ、詳しく説明すると、まず債務としての通貨発行、これはですね、私たちは通貨発行というと、よく日銀のあたりで1万円札をその塊を大量に印刷して、それを、ちゃんとしたサイズに切って、それを渡す形で発行しているように思われるかもしれませんけど、実はそうやって、現金という形で、お札とかコインという形で発行される通貨というのは、日本で流通している日本円のうち1割ぐらいにしか過ぎず、9割ぐらいはその民間銀行が利潤目的で発行しているわけです。これはどういうことかというとですね、普通の皆さん、例えば、僕、新しい銀行ができて、その銀行にの最初の預金者として僕が100万円預けたとしたら、その銀行は100万円しかお金貸せないと思うじゃないですか。実はそうではなくて、その準備預金率と、預金準備、というのがあるんですけど、この制度を使うことで、銀行というのはですね、手持ちの現金が100万円しかなくても1000万円とか2000万円とか貸すことができるわけです。どうしてそんなに貸せるかというと、大半のお金は現金としては存在してなくて、あくまでもその、銀行のに預けられている預金残高として、だから通帳の上の数字としてしか存在してないわけですね。ですから、例えば銀行が、僕の100万円 を元手として3000万円貸す場合、その、例えば山田さんという人がその3000万円借りた場合、その銀行は何するかというと、その山田さんに1万円札 を3000枚渡すということは絶対しないわけですね。その代わり、山田さんの口座に、3000万円って書き込むだけな、書き込むだけなんで。ですね、それで山田さんは3000万円お金 を手にすることができますが、その一方でもちろんその3000、期限が来たらその3000万円に利子をつけて返さなきゃいけないわけです。でこの事実については、私広田が言ってもあまり説得力がないかもしれませんが、実はイングランド銀行、イギリスの、中央銀行 が2014年に広報でこの事実を認めています。でイギリスの場合は、日本よりも さらにこの数字が大きくて、なんと 97% もの、スターリンの A ポンド、イギリスポンドは、銀行によって作られてて、イングランド銀行自体が発行しているお金は 3% しかないというわけです。で銀行がお金を発行するのは何が目的かというと、当たり前ですが、その、お金を貸してそれに、利子をつけて返してもらうことで利益を、稼ぐことですね。だから何が起こるかというと、景気がいいときはとにかくいくらお金を貸してもとにかく儲かるということで、でじゃんじゃか、お金、気前が良くなってお金をとにかく貸しまくります。でそれによりバブルが生まれ、日本だったら1980年代、アメリカだったら2000年代みたいな、バブルが生まれるわけですね。でそのバブルが弾けて不景気になると、貸し倒れを恐れて、貸し渋るわけですけれども、そうすると通貨、銀行というのは、その自分のその、金儲けという自分の目的のために、動きますから、適切な通貨関係、
供給量を出すという意味では銀行はあまり適切な存在ではないわけです。なので、だから景気のその、景気がいいときと悪いとき の, その差がさらに激しくなってしまうわけですね。で、先ほども言いましたけど、皆さんが手元に持っているお金のルーツ、だから、私は例えばお金は、借金してない という人でも、その人で、例えば、銀行に100万円もあるという人がいたとして、その100万円がどこから来たかっていうと、まあ、その人はいや一生懸命働いて、の貯めたお金だって言いますけど、そのじゃあその一生、その100万円を払ってくれた会社の給料として払ってくれた会社が実は借金としてそのお金を手にしてたかもしれないし、その会社が例えば公共事業で行政から仕事を受けてた場合、その行政が例えば国債とか地方債とかでお金を発行してもらってたかもしれない。そういう形でですね、ですから最終的にお金、自分が持っているお金のルーツをたどるとそこで借金になるわけです。で、次にその長期の投資が魅力に欠ける理由ということですけれども、まあ、ちょっと今日本の金利はこんなに高くありませんけれども、伝統的にはこれだけ高かったの、そういうちょっと伝統的な、観念からちょっと話をしたいと思います。例えば金利が 5% だとすると、例えば今年100万円を預けると来年には105万円、再来年には110万2500円、でその次の年には115万7625円ということで、ちょっとずつその毎年増える額自体も増えるんですが、最初の数年は大したことなくても、この数がですね、結構、その複利で大切になっていくのはもう10年、15年後ぐらいで、だから例えば10年後には162万8894円、つまりだから、複利の部分が12万円、13万円近くになり、で、15年後の2036年には207万8928円。ということで、大体金利が 5% の場合、その15年ごとにお金が倍々になるわけですね。そうすると100年後には1億3150万円になってしまう。だから元々のお金の約130、だから130倍以上になるわけですね。ということは、お金をずっと預けて、本当にだから孫、やしゃ孫ぐらいにがその引き取るようにすればすごい財産になるということですが、逆に言うとそれだけ長期のプロジェクトというのは、金利負担が高くなり、で、将来大きな資産となるものの現在価値というのは、低くなるわけです。これはどういうことかというと、ちょっとだから今年の100万円が来年の105万円だとすると、来年100万円になるものは今年時点では100万円よりちょっと少ないわけですよね。この計算の理論でを突き詰めていくと、例えば10年後に100万円欲しければ、まあ、今の時点では61万4千円ぐらいあればいいと。逆に言うと、10年後に100万円もらえるとした場合、この10年後の100万円というのは今の時点では61万4千円ぐらいの価値しかないと。で、100年後に100万円になるものについてはわずか7604円ということで、中長期の投資が魅力に欠けるわけです。で、この話をする理由としては後でちょっと、ここの辺の話に戻っていきたいと思いますが、で、指数関数的 な経済成長は持続不可能ということですけど、まず私たち人間というのはこのグラフの中でですね、A、B、C のうち A の感じで成長するわけですね。だから、子どもの時とか、あるいは思春期とかの時には、すごく成長しますけど、まあ、20歳過ぎたら基本的に背丈は伸びませんよね。まあ、人によってはだから若い時は痩せてたけど、年を取るとともにどん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 太って B みたいな感じの人もいますが、 B みたいな感じの成長をすると健康に良くないことは皆さんお分かりなわけですよね。少なくても体重については A が理想なわけですよね。に対し経済成長というのは指数関数だから、毎年 5% 例えば 3% が 5% の成長ということで、基本的に指数関数的な C みたいな成長を要求するわけですけれども、この C、 皆さんにここでまた質問したいと思います。自然界で C のように成長するものは何でしょうか。どなたか分かる方がいらっしゃいましたら。
細菌とかバクテリア？まあそうなんですけど、答えを聞くとなるほどと思われるものです。どなたか分かりますか？自然界で C のように成長するもの。どなたか、どなたかいらっしゃいませんか？どなたか答えのある方いらっしゃいますか？答えられる方。答えがないようなので進むと、実はがんなわけですね。だから、がんというのは最初のうちは本当に小さくて、取るに足らないようなものと、まあ、みんなバカにしているわけですけど、でもそのがんが、ある時点からその本当に、加速的に、成長して、気がついたらもう手の施しようのない状態になるわけですよね。で、まあ、細菌についてもそうで、だから、最初のうちは細菌の数が少ないうちは、まあ、大したことなくても、それが一定以上増えてくると、もうなんていうか、もうどうしようもなくなってくるわけですよね。で、これとこの次のグラフについては、まあ、地域通貨の運動に大きな影響を残した、マルグリット・ケネディという、ドイツ人がいたんですが、彼女が、代表作から、取ったものです。で、次に金利による、不公平な富の再分配ということですが、ここでまず考えてほしいのは、私はお金借りてないから金利は払ってないって皆さん思われるかもしれないけど、それは違うということですね。具体的に言うと、例えば、皆さんが地下鉄に乗りますよね。で、地下鉄の、例えば5年か10年ぐらい前に、できた、路線に乗ると、その地下鉄の、の、運賃の中に、その、地下鉄を作った時の、工事代の金利ですね、が入ってるわけです。だから、例えば、京都でいうと大塔線か、なんか京阪電車が、出町柳まで伸びた時に、の料金を今でも、その加算料金がありますけど、加算料金の中に金利が入ってるわけですね。で、まあ、その他だから、みね、お弁当だの、なんだの、大抵のものを買うときに、多かれ少なかれ、皆さんが払ってる、金額の中に金利負担があるわけです。で、さらに言うと、まあ、皆さんご存知の通り、日本政府はすごい借金抱えてますけど、そうすると、私たちが払う税金のうちかなりの部分はその借金の返済に、充てられるわけですね。で、そうやって間接的に払う金利も含めて、マルギット・ケネディが、まあ、40年ぐらい前だから、まだ東西ドイツの、その、統一前で、当時のだから東ドイツ、西ドイツの数字になるんですけれども、ここでですね、このグラフでグレーと、黒の部分があるのはお分かりかと思います。グレー、灰色の部分は、それぞれの家庭が支払った金利で、黒はそれぞれの家庭が受け取った金利なんですけれども、ご覧になると分かる通り、左から貧しい家庭、右の方が豊かな家庭ですけど、大抵の家庭、貧しい方の家庭は、払う金利の方が受け取る金利より多いわけですね。で、その一方を、ごく一部の金持ちだけが金利で大幅に得しているという。だから、まあ、トリクルダウンとか何とか言ってる人たちいるかもしれないけれども、そもそも金利という制度によって貧しい人から金持ちへの富の移転が起こっているという、その事実に対してもうちょっと私たちは批判的になるべきではないかというわけですね。あと地域通貨の考える上で大切な点なんでとしては、地域通貨をバケツに例えるというのがありまして、ですから、どこの地域経済であっても、まず収入源がないところは、ゼロのところは絶対ないと。例えば、退職者とか、まあ、あるいは失業者の、とかであったら、年金とか、例えば失業保険とかでお金が入ってきますし、まあ、どんな地域でも、もう多かれ少なかれ観光客とか出張客とかはいるので、そういう人たちがやってくると、その人たちの宿泊代とか食事代とかが地域に落ちるわけですね。その他、まあ、
農作物を作っている地域であればそれを売ってお金が入るなどなどがあるわけですけど、その一方で地域経済というのはそれこそバケツの中でも、穴が開いてて、例えば、電気料金や電話料金としてその地域の人が大企業にお金を払ったり、あるいは地域外からいろんなものを買い付けたりすると、その度にお金が出ていくというわけです。あともう一つ大切な点としては、地域経済の中には傘もあるということで、これはどういうことかというと、せっかくお金が、まあ、例えば、ここでだから、お金を、雨水に例えると、せっかく雨が降っているのに傘があるせいでその雨が地域に潤いをもたらせないという場合があるわけですね。だから例えば、公共工事が盛んでも、その公共工事を、地元の企業はやれなかったら別の地域からその会社がやってきてその工事をやるだけで地域に、お金が落ちないとか、あるいは世界から観光客が来るような地域でも地元資本のホテルがないので、なんか他の地域、例えば東京の大企業系のホテルばっかりで地元にお金があまり落ちない、まあ、せいぜいその地元の雇用が増えるぐらい、あるいは観光地で、近くに 農業が盛んなのに、そこに、その観光地のホテルや飲食店が、地元産の食材を使わない、こういうパターンも考えられるわけですね。これでこういう場合には、だからせっかくお金が、だから雨が降ってても、その雨を受け入れるだけの状況が地域にないわけです。で、まあ、この辺り、中南米好きの私としては、あえてこの人の画像を出してきたんですが、中南米の、これは文学というよりもルポルタージュですけれども、有名な、まあ、歴史書で、ラテンアメリカ500年、スペイン語の現代で言う と、ラテンアメリカの開いた、の静脈というのがあるんですけれども、この本を書いたウルグアイ出身の、エドワルド・ガレアーノという、まあ、有名な知識人がいまして、彼が、まあ、だからその、のちょっと画像を出したわけですけど、やはりその地域経済というのは、そうやって傷が、だから開いたままの傷口があって、そこから血がどん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 漏れ出している状態なんですね。なので、その血が漏れ出さないように、閉じられる傷口は閉じようというのが、まあ、地域通貨の基本的な発想だと思うわけです。ですから、まあ、そうやって、基本、さっきの雨水 の例えで言うならば、雨水の、傘の代わりに情報をつけることで、その地域経済が潤うようにしようというわけです。で、そういった、まあ、ちょっと、お題、ちょっと、序論が長くなりましたけれども、じゃあなぜ地域通貨かということについて話をすると、まず、地域通貨は市民社会自身で管理できる交換手段ということですね。だから、で、地域の有給資源を使って、例えばどうやって発行するかとか、どうやって流通させるとか、どうやって回収させるかという、まあ、さっきの、合意の話をしましたけれども、その、まあ、ルールを変えることができるわけですね。ですから、例えだから、まあ、通貨 のル通貨の 流通方法とかを、まあ、スポーツに例えるならば、例えばサッカーじゃなくてラグビーをやった場合、そのサッカーのプレイヤーとラグビーのプレイヤーって同じスポーツでもやり方が全然違うわけですよね。サッカーのプレイヤーだったらゴールキーパーがボールを持っちゃいけないし、でボールの形も丸いけれども、ラグビーだったらボールも丸くなくちょっと変な形してて、で、基本的にボールを、手に持っても構わない、そういう違いがあるわけですよね。そうするなので、ルールを変えるとサッカー選手 のプレーの仕方とラグビー選手のプレーの仕方が違うように、私たちの経済の運営の仕方もおのずと変わってくるわけです。あと、まあ、地域通貨の場合、基本的に、まあ、どの範囲にするかというのは事例ごとによって違いますけど、その範囲から出ていかないお金ということですね。だから例えば、どこどこ市とか、あるいは昔の何々郡、あるいはどこどの都道府県という範囲で決めたら、そこから出ていかないということで購買力が残る。だから、そのさっき言ったあの話で言うと、その血が流れ出せないわけですね。
で、ここから先は、世界の事例をいくつか話すことになりますけど、水質効果を使う場合に、人参を、どんな人参を与えられるかということをちょっと考える必要があると思うんですね。だから地域通貨はそういったまあ理論的に素晴らしいっていうのからやろうっていう人が集まる傾向にあって、まあ、僕もそういう人間だからここら辺自己批判も兼ねて言うんですけども、もうそういった信念で地域通貨を使ってくれる人っていうのは、実際のところ少数派で、いろんな人に地域通貨を使ってもらう場合には、それぞ、うん、普通の人にとって何らかのメリットがないといけないというのが私の考え方です。で、そのメリットについてはいくつかパターンがありますけれども、まあ、これ以外にもパターンはありますが、ちょっとそれについていくつか考えてみたいと思います。まず、まあ、地域通貨の事例として、世界で一番、大規模に展開したのはアルゼンチンの交換クラブですね。まあ、僕のちょっと昔の文献ではグローバル交換ネットワークとか、まあ、そういう名前で紹介もしてはいましたけど、まあ、最近の文献では交換クラブという方が、世界的に、一般的ですね。で、これはどういうのかというと、もともと、アルゼンチンの、その首都ブエノスアイレス近郊で、小さな、これ、なんかその小さな、交換、本当に交換市を何十人かでやってたところ、その、交換、経済危機の中でその交換市に入ってくる人がどん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 増えて、で、まあ、政府とかの宣伝とかもあって、本当に何百、な、アルゼンチン全国で何十万、何百万人という人が、それで生活できるようになったわけですね。ですから、こんな感じの交換市が、当時、だから僕もまあ20年ぐらい前にそのアルゼンチンに行った時はこんな感じだったんですけれども、本当にこういう交換市がブエノスアイレス都市圏のさまざまな場所で開催されてて、でそこで、食べ物とか、古着とかいろんなものをみんな持ち寄って、それで地域通貨を使って、買い物してたわけでね。で、そのおかげで、例えば失業者でもなんとか、生き延びることができた。だからもうこの場合は本当にその経済危機の中で、食べることができなかった人たちが、この地域通貨のおかげでとりあえず、死ぬ、生活をできるようになったという、そういうのがあります。で、次に、ブラジル・パルマス銀行。まあ、この事例はその、アルゼンチンの事例に触発されて、ブラジルの、北東部の、フォルタレーザという、町があるんですが、そこの、そこで導入されたものですね。で、ここでは、これとか、日本ではその、銀行口座を開設できない人っていうのはほとんどいないと思いますけれども、基本的に他の国では、その銀行口座を維持するたびに手数料が取られたりするので、特に貧民層の、貧しい人の場合は、その銀行口座を持てないということが多いわけですね。だから中南米とかの場合、国によりますけど、確か一番少ない国では人口の、3分の1ぐらいしか、銀行口座を持っていない。だから、大人のうち3分の2が、お金を持って、だから銀行口座を持っていない。で、銀行口座を持っていないから、例えばクレジットカードは使えないとか、そういった不便を被っている人たちもかなり多いわけですね。で、そういう中で、自治会ですね、この自治会自体が、銀行を作って、それで融資したり、例えばその電気代とか電話代とかをは、えーとのは、支払いサービスをやったりとか、あるいはその、まあ、普通の銀行が、融資しないような案件に融資したりとか、そういうことをやっていくわけですね。で、まあ、自治会がその銀行を運営しているということで、本当に地域の事情に見合った形での、金融ができるようになったということで、この、まあ、パルマス銀行の成功を受けて、ブラジル各地で同じような事例が今100以上、存在しています。で、3つ目のキブガウは、これはドイツのバイエルン地方、正確に言うと、バイエルンの州都、ミュンヘンから国境を越えて、オーストリアのザルツブルク、モーツァルトが生まれたところで有名な、ザルツブルクまで、行く
途中にキムゼっていう、まあ、きれいな、湖があって、まあバイエルン、ミュンヘン市民の、が週末遊びに行ったりしたりするのにちょうどいい場所なんですけど、あの辺りでですね、今からもう18年前になりますけど、始まった事例でかなり面白い仕組みになっています。これはどういうことかというと、まず、地域通貨自体はそのユーロの担保はあるんですが、ちょっとまあここからはまあ皆さんに分かりやすくするために日本円で話を例えてやりたいと思います。でまず地域通貨の運営団体があり、でもちろん地域上、地元の商店もあるんですけれど、それとは別に NPO とかの社会的プロジェクトが関わっている。ここがミソで、で、消費者がその支援したい社会プロジェクトをまず、会員になる場合に、指定するわけですね。だから例えば私は、そう勤務税すごい勤務税きれいな勤務税 の, 関係の保全に努めたいから、その勤務税か、保全の NPO に、協力したいという旨を、申し出るわけです。そしてその、ユーロを勤務側に変えるわけです。だから例えば1万円分をその勤務側に変えて、まあそれで1万円をその地元商店に使うと、その1万円のうち300円がさっき言ったその、地域のプロジェクト、その、勤務税の保全プロジェクトに寄付されるわけですね。そういう形だと例えば、毎月、3万円地元商店で使う人の場合、その3万円のうち 3% ですから毎月900円、だから年間にすると1万800円ものお金をその地元の NPO に寄付することができるわけですね。で、商店としてはその受け取った地域通貨をそのままユーロに再交換することもできますけど、そうすると 5% 損してしまうのであまり得ではないと。それよりも例えば八百屋がそれで、お金、地域通貨でお金をもらったら、そのお金で、隣の商店のチーズを買う。そうすると、その 5% を、回避できるのです。で、それだけ得する。そういう形でお金を回してるわけですね。あと、で、もちろん NPO にとってはそういった、3% の寄付があるので、副収入があって、それで得をするという形で、まあ、焦点についてはその再交換で負担 5% ぐらい負担が出ることもありますけれども、それを除いてもかなり役に立つということで、20年近く動き続けている事例で、日本でも NHK さんとかで取り上げられていたことがある事例です。で、次に減価する貨幣。これはですね、ドイツ人の実業家で経済学者だったシルビオ・ゲゼルという人が提案したもので、少しずつ減価するお金です。で、この画面自体がその、ゲゼルの提案を、採用した、オーストリアのベルグルの、でのお札の例なんですけど、例えばこのお札を千円札と考えてください。で、毎月ちょっと、まあ、これの場合1月から6月までの部分にその10円のスタンプが貼られていると考えてください。ですからこのお札は6月であればこのままで流通できるんですけど、7月になるとそのスタンプが貼られてないので無効になると。なので、7月になったらこの10円のスタンプを買ってまたこのお札に、貼っていかない、貼らないとそのお札が有効にならないという形ですね。そうすると手元にこのお金をずっと残しておくと、そのスタンプ代がかかるだけ、損するので、とにかくどんどんこのお金を使ってしまうということで、お金がその、ずっと流通するようになり、だから、それこそトリクルダウン、トリクルダウンということを言っている経済学者がいれば、彼らにこのあたりの話、ちょっと伺いたいところなんですけど、まさにトリクルダウンが起こって、社会のあらゆる層にお金が行き渡って、経済活動が安定して、だから、社会全体 の生活水準が良くなるわけですね。で、このあたりについては、自然的経済秩序という本をそのシルビア・ゲゼルが出して、これをもうちょっと私の方でもまあかなり読みに、ちょっと、読みにくいかもしれませんけれども、この、本を、和訳してオンラインで公開していますので、ご参考になればと思いますが、で、
でさっき言ったあの 長期の投資が魅力にかける理由ということですけども、これがちょっ と、変わってくるわけですね。あ、この辺りちょっとさっきバタバタで作ってたのでちょっとタイトルが間違っていますけど、減価する貨幣の場合、例えばその減価率が年間 5% だとすると、例えば今日の時点で100万円持ってても来年の今日の時点では95万円、それからさらには先に902,500円等々でどん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 価値が減っていくわけですね。で、その下税の時代は、ああいう形でスタンプ貨幣、お札にそのスタンプを貼る形で減価させるしかなかったですけど、今の時代、減価というのはすごく簡単で、それこそ、電子通貨にしてしまった上でその、定期的にその額面 を減らせばいいだけなので、そうすると原価の、処理もすごく簡単、電子通貨にすれば原価の処理もすごく簡単になるわけですね。でこうやってで、例えば年利 5% の原価の場合、13年半ごとにだいたい半減するので、そうすると例えば、10年後に100万円欲しかったら、今の時点で、167万円ちょっと準備する必要があるわけです。逆に言うと、10年後に100万円になるものの現在価値は167万円ちょっと。で、100年後に100万円となるものの現在価値はなんと1億7000万円近くということで、中長期の事業になればなるほど、その価値が増すわけですね。で、この話を誰するかというと、例えば、どこの町でも地下鉄というのは、行政が運営してますよね。だから、日本の場合、施設があれだけ発達してるのに、例えば施設として、地下鉄を作るケースというのは基本的にないわけじゃないですか。なぜかというと、それははっきり言って、この金利のせいで、地下鉄って建設費用がすごくかかるので、その金利がなければ、黒字になったような事業でも赤字になってしまうわけですね。だからこのあたりちょっと僕も以前計算したことがあるんですが、大抵の地下鉄が赤字って言ってますけど、これがで仮に金利負担がなかったら、黒字の地下鉄というのはたくさんあるわけです。さらとか同じことは高速道路でも言えますけれども、そういうのがあって、その中長期、あるいはだから教育とかでもその点が言えるかと思いますが、中長期的に必要なものだのという中長期的に残しておきたい資産があるの作りたい、ものがあるのであれば、それに合った通貨制度が必要ということで、実際、ベルナル・リエターによると、その、例えばエジプトのピラミッドとか、中世の、例えばケルン大聖堂みたいな、ああいった建築が可能だったのは当時減価する貨幣が があったからだというわけですね。で、減価する貨幣の話をすると、よくインフレと間違う人がいるんですけど、インフレというと減価する貨幣の違いを言うと、インフレの場合はその物の値段が上がることを指すわけですね。例えば、地下鉄の初乗り料金が200円から300円、400円というように上がっていくことを指すわけです。に対し、減価する貨幣の場合は手元に持っているお金の金額が目減りすることはあっても、物価そのものは安定してるわけです。だから、地下鉄の初乗りは200円のままで変わらないけれども、タンス預金してたお金のが100万円から95万円減っちゃったという、その違いがあるわけですね。で、ここで大事なのは、物価そのものは安定している。で、これにより、その、価値尺度としてのお金が機能し続ける。これはどういうことかというと、例えば、地下鉄の初乗りが200円で、ある、例えば、ある大学の、ある学食の、定食が、400円だったとすると、その、往復料金の400円と、その、その定食は同じ価値だと言えるわけですね。そういうのが価値尺度なわけです。で、ちょっと、まあ、これから先まだいくつか事例を話すと、次にレッツ。
これはまあ日本でももういくつか事例ありますけれども、基本的に各組合員とか、会員が口座を作って、そのポイントで、その商品やサービスの取引を行うということで、みんなの口座なんか残高を出す、すでに、まあ、このあたりについては次の図で見てもらうと分かりますけれども、時間銀行についても基本的に同じ仕組みで動いているわけです。ですから、まあ、この例として、例えば青木、伊藤、上田、江頭と尾崎という5人の人がいて、それぞれの人が、だから例えば尾崎さんが青木さんに、まとまった量の、醤油を渡して、それで1000円、1000ポイント払い、で、江頭さんが上田さんに、にちょっとその、物の修理をして、例えば、ちょっとした日曜大工でお手伝ってあげて4000ポイント払った場合、これで見ると、まあ、それぞれ、額が動いたりしますけど、この5人の額面を全部足すとプラマイゼロで、ある点は、変わらないわけですね。で、誰かがプラス残高を持っているということは、その一方で誰かがマイナス残高でなければならない。だからマイナス残高を持っていること自体は悪くなくて、むしろ誰かがマイナスでなにならないと経済が成り立たないという、そういう、状況を示しているわけです。で、5つ目、この事例は、個人的に非常に面白いので紹介しますけれども、コミュニティ時間銀行という名前ですから、一般的な時間銀行とちょっと動き方が、仕組みがかなり違うので、ちょっと説明しますと、これは手元に余っている物品。これはアルゼンチンの中でも、その、まあ、ブエノスアイレスが結構離れたところの、コルドバ州に、その、まあ、ちょっとした観光地があって、そこにですね、まあ、ヒッピーとかがブエノスアイレスみたいな都会の生活を嫌って、ヒッピーとかが住み着いたわけですね。で、その人ヒッピー同士で結婚して、例えば子供ができたりするわけですけど、そうすると子供に普通の学校教育じゃなくて、もっと自由な、学校教育を、施したいと思うようになるわけです。で、自分たちの、その、学校を作ったわけですけども、そんなにお金がない人たちなので、学費にお金をあまり払えない、じゃあどうしたらいいかということで、でもそうすると、お金はなくても、なんかその畑、地元の畑で作ってるものとか、なんか家の裏庭で、例えばじゃがいもを作ったりとか、そういうことはしてる人たちなので、そういうので余った物品を地域、その自分たちの地域通貨に交換し、例えばだからじゃがいもをいくらか持っていって、例えば10キロ持っていって、それを、例えば1000円とか1500円ぐらい相当の地域通貨に交換して、で、その地域通貨で授業料の一部を払うと。で、学校はその地域通貨でその先生に給料を払って、先生はその給料の地域通貨でもらった、給料で、例えばじゃがいもを買う、そういうような仕組みができてたわけです。だから、この制度は、だから法定通貨のだけで見ると、そんなに豊かでない人たちでも地域通貨を活用することで、その協同組合とか、あるいは他のプロジェクトとかも動かせるということで、かなり面白い事例です。で、次、ビットコイン。まあ、ビットコイン自体は私は地域通貨だとは思いませんけれども、少なくても、その人参を与えられたという意味では、すごく面白い事例なので話しますが、まあ、もともとは、その、まあ、中本聡とされる人物が、がその、まあ、ブロックチェーンの可能性として、提案したもので、確かにその法、まあ、今、世界で国際送金とかすると、もう法的規制とか高い手数料とかでかなり、やりにくいんですけれども、そういうようなのなしで、その国際送金ができる可能性を示したということで、ビットコインは確かに、素晴らしいものですが、ただその一方で、はっきり通貨としてのは、その供給量と、通貨としてのデザインははっきり言ってあまり良くなくて、だから投機とかマイニングによる大儲けとかの可能性を出したことで、通貨としてはむしろ不安定なものになったと、個人的に思います。だから、その、
例えば、ビットコインを買って、例えば1ビットコインが100万円の時に買って、500万円の時に売れば400万円で、これで、送り金になれるみたいな人たちにとってはいい制度ですけども、ただ、通貨として本当に使うことを考えるなら、例えばビットコイン建てで融資を受けてもいいわけですけど、そんな人いませんよね。例えばビットコインを例えば10ビットコイン、例えばビットコインが、1ビットコイン100万円の時に20ビットコイン借りて、それで、家を、買ったという人がいた場合、そのビットコインが借りた時点では2000万円相当になりますけど、その100万円から1ビットコインあたり100万円から500円に上がったら、2000万円から1億円に上がっちゃうわけで、そんなビットコインでだてでお金を借りようという人はいないわけですよね。そのあたりについて無頓着なあたり、ビットコインはそのお金としてはかなり、乱雑、粗雑なデザインではないかなという気がします。あと、ちょっと時間が長くなってきたので、そろそろ、話をまとめると、サルデックス、これはさっき のレッツと同じようなシステムですけれども、イタリアはサルジニア島内での中小企業の同時の取引に使えるやつですね。で、サルジニアの場合、やっぱりそのイタリア本土からかなり離れてて、伝統的に経済的にそれほど発展してないところだったわけですけど、そういう地域で地元企業同士で その助け合いの関係を作ることができると、経済的な発展の可能性が見えるというわけです。あと、地域通貨の最近の、面白い例として挙げられるのが、スペインナバラ州にあるイラティというもので、これは例えば、ここの画像ではその、ワインとかビールの空き瓶ですけど、そのとかあるいはペットボトルとかですけど、そういった、リサイクル可能な、義務というか、なんで義務になったのか、ちょっと訳が間違ってました、ものをその地域通、廃棄物をその、ゴミを、義務、あ、ゴミの間違いか、ゴミをその地域通貨に交換することで、環境負荷も削減できますし、その、ゴミを出した人も、これがちょっとお金になって戻ってくるんだったら、じゃあ、地域通貨に参加しようという気が、ますという、そういうシステムです。なので、こういった地域通貨を、種別まとめると、だから担保という、担保によっていろいろ区別できるかと思います。まず、法定通貨建てだから、キームガウアとかパルマス銀行とかはそういう、だからユーロとかブラジルレアルとかを担保として、発行されているものですが、これの場合、地元商店に一番受け入れもらいやすくなる一方、地域通貨がない、法定通貨がないと発行できないというものになります。で、その他 の商品やサービスとしては、さっきコミュニティ時間銀行の話をしましたけれども、個人的にはこのシステムは一番面白いと思いますね。だから農作物とかがあれば、それを担保にお金を発行すれば、地域経済が回るようになるというわけです。で、次に相互信用、これはさっき のレッツの仕組みで、それなりに機能しますけど、ただ気をつけないといけないのは、そのマイナス限度額をいっぱいまで使った上でトンズラする人 が出てきたりするので、そういうトンズラ対策をきちんとする必要があるということですね。で、4つ目が負債、で、これは、普通の法定通貨に加えて、スイスのビア銀行がそういう形でやっているわけですけれども、あまり地域通貨の中ではメジャーなシステムではないとはいえ、こういう方式もあるということは知っておいた方がいいかと思います。であと、フィアット通貨、これはですね、担保なしで本当に発行する通貨で、アルゼンチンの交換クラブがまさにそうだったんですけど、発行しすぎたがゆえに、地域通貨における、地域通貨建てでのインフレが発生して、それでみんな使わなくなったということがありました。で、ビットコインについては、だから、1800万か忘れましたけど、そのぐらいに、ビットコインの流通量を制限してるから、インフレは起きないって言う人たちいますけれども、それはそれで逆にデフレが起きて、だから、通貨としては、あんまり好ましくないという気はしますし、で最終的にその、地域通貨を持ったけれども何にも変えられないというので、変えられないということで、損をする人が出てしまうんではないかという気がします。であと、税金の支払い手段、これはですね、アルゼンチンではその交換クラブが
盛んだった頃に、各州政府とかあるいはアルゼンチン政府自体が並行通貨を出してたわけですね。ですからアルゼンチンの中央銀行とは別 に、に各州政府とかがお金を出してて、それもだからそのお金としてなんか流通するというすごい状態があったんですけれども、その場合、まあ、税金が払えるので、そうすると全国でお金として、通用するわけになるわけですね。でポジティブマネーの提案は、まあ、その今イギリスで出てるんですけれども、これの場合、そうですね、だから銀行、だから民間銀行がその営利目的で発行する今の通貨システムをやめて、中央銀行が直接、あるいは中央銀行とは別にその通貨管理局というのを作って、そこがそのインフレにもデフレにもならない形で通貨量をコントロールするかして、だから公的機関が通貨発行量、通貨流通量についてもっと責任を持つべきだという提案です。まあこれ、はい、でなんかここまたやっぱり、ごめんなさい、このあたりまた、誤字脱字、本当に、すみません、なんか、バタバタで作ったので、なんか誤字脱字とかが多かったんですが、ここですね。で、ここで最後に質問したいと思いますが、まあ、皆さんの地域社会の中で満たされていない、社会的、経済的ニーズは何か、次に、皆さんのところで余ってる資源は何か。そして皆さんが個人的に、地域社会に対してどんな貢献ができるか、そして、次に、今8つのモデル話しましたけど、他にもモデルありますけどね、そういったモデルの中で皆さんの地域で一番役に立ちそうなものはどれか、最後に、地元商店や協同組合 NPO などに地域通貨ので融資をする価値はあるかという形 で、まあ、詳細情報について今日本語で読める文献としてではとりあえずここら辺りをお勧めしたいと思いますが、地域通貨の事例が詳しいというよりも、その地域 通貨論、通貨についての、通貨問題についての背景を理解する上で、ぜひともちょっとお読みいただきたい本として、金利ともインフレとも無縁な貨幣とマネー崩壊、この金利ともインフレとも無縁な貨幣の方は、オンラインで読みます。あとは、まあ、僕 その連載の中でも通貨ネタについてはいろいろ書いてますので、まあ、そのことも読んでもらえればという次第です。という形でちょっ と、私の発表はここまでになりますが、まあ、皆さんの中で何か質問とか、ご意見とかがあれば今から、受けたまわりたいと思いますが、どうぞ、マイクをオンにされて皆さんどうぞ。はい、どなたかご質問とか意見とかあります、考え中。あ、どうぞ。リスコさんどうぞ。考え中。ちょっと待って。あ、最後の質問リストですか。はい。ではちょっと、まあ、ここは、これはあの、まあ、それぞれの地域で、皆さんのお住まいの地域で地域通貨を実際に導入するときに、まあ、ちょっと検討してもらいたいポイントをまとめたものですけれども、あ、どなたからでも質問とかがあればぜひどうぞ。イタリアのページは見せてください。おい。
逃げる。はい、どうぞ。あ、イタリアのあのページを見たいんですけど。はいはい。まあ、だからあの地域通貨っていうと一般、大半の事例はその個人が個人同士のものやサービスのやり取りの、になりますけど、サルデックスの場合は中小企業同士あるいは中小企業とか自営業者同士 のやり取りなわけですね。で、で中小企業だけってこととか自営業とかで基本的に普通の消費者はあまり 入ってこない。なるほど。だからそういう形 の地域通貨とかも、まあ、あまり事例は多くないけれども存在するというそこがポイントです。なるほど、はい、いやなんかそのちょっと正確に覚えてないんですけどそのこの間 の今ふるさとさんが入ってらっしゃいますけどサルボボの話聞いた時もその地域の会社の同士でもこうお店同士とかあのなんだ材料を買うところと買ってそれをまた何かに作るところとかの間でも地域通貨をやり取りした方が得になるような仕組みにしてもなんかなんていうのかなあのもともと普通の日本円でそういう仕入れとかなんかそうやっている人たちがなかなかその全部地域通貨に変えるっていうことにこうなんていうのかなこうためらいがあるというかあの個人的には個人的にはですねそのまあサルボボモデルとかは将来的に厳しくなるんではないかなと思うわけです。これはどういうことかというと、ポジティブマネーの話しましたけど、今ですね、日銀も含めて世界の多くの中央銀行が CBDC について話してるんですね。CBDC っていうのは、この中央銀行デジタル貨幣ということで、簡単に言うと、サルボボみたいな形で、日本円アプリっていうのをみんなが持って、取引できるような方向に今、話が進んでるわけですよ。で実際、世界でもあのバハマっていう国がありますよね。バハマってあのキューバのちょっと北にあるあの英語圏の国、あそことカンボジアがですでにそれが始まってるんですね。そうすると中央銀行が直接やってるので中央銀行が直接そういったアプリを出してやってるので、だから銀行そのものがの存在価値っていうのがすごく今問われかかってるわけですよ。だから決済機能だけだったら中央銀行に任せていいじゃないかとかっていう議論が出てるわけですね。まあ今まではそういうのを民間銀行に任せてたのは、要するに例えば日銀 がそのつつうらうらに視点を持つというのははっきり言って非現実的だったわけですよね。でだからそういうのはもう民間銀行に任せてて、民間銀行がお金を管理するようにしたわけですけど、今だったらもうこれだけ IT が進んでいるとちょっとでかいサーバーを日銀の本店に置けば、それで日本在住だから日本在住者全員のにその日銀の口座を直接作ってあげて、それで日銀 に直接預金させることができるわけですよ。で今そっちのそういう方向に今そういうのをやろうという方向で やろうっていうか、もうだからバハマやカンボジアではそれが始まってて、他のいろんな国でもだから EU でもそういうことをやれ、 EU とかメキシコとかブラジルとかでもそういうことをやれないかっていう話が今進んでるわけですね。だからそういう状況を見ると新金がだから日本円担保の地域通貨を新金が運用するというモデルは、だからよほどなんかその、メリットを入れないと、例えば Google だから Apple Pay とかのそういったのに他のアプリに負けてしまうんではないかっていう
なんかそのあたりの、それとかあるいはなんか日銀そのものが作るアプリに負けてしまうんではないかっていう、ちょっとそのあたりの恐れがあるので、なんかだから中央銀行としては、中央銀行じゃない、地元、新金としてはもうちょっと知恵を使う。本当にだから地域経済を振興役としての、機能を考えていかないと厳しいかなっていうような気はしてますけどね。どうでしょう、ふるさとさん。すいません、あまりちょっと、存じ上げない形でいきなりちょっとそういうネタを振るのは恐縮ですが、ふるさとさん、正直 CBDC についてどう思われますか？あ、ちょっと出られる状況か私分かんないんですけど。あ、でも私が聞きたかったのは、そういう話っていうよりは、なんだ、まあだから、なんだろう。あ、ビデオにはできない。ビデオオンにはできないということは、もしかしたらチャットで答えてくれるかもしれませんけれども。結局、その、なんだ、取引っていうのが、そのサルジニア島の場合は、その島の中の旧会社同士で、結構活発にやってるんだったら違うんだけど、こうそうじゃなくてこう、ね、地域外の企業とかいろんなところと取引してる場合は、なかなかその地域通貨でのいろんな、商売上の決済っていうのを幅広くやるっていうのは結構それまでやってなかった分。だからだからその企業によって、だから企業によって地域通貨が便利なところとそうでないところに分かれるのは確かなわけですね。だから簡単に言うと、例えばサルボゴコインのを使ってある飛騨地方で行っても、だから例えば農家だったら、その地元、例えば地元の 食堂とかに食品をそのまま産直で届けてるような農家だったら、サルボゴコインをとかその他地域通貨を使うメリットはあるけど、まあ、今はそのコロナで観光客が来てないから別として、観光客相手 のホテル自身はあまり地域通貨を使う理由メリットないわけですね。ホテルに泊まる人って当たり前ですけど、地元の人はほとんどいないわけで、だからそうするで、だからホテルに泊まるような人っていうのは地域通貨のエリア外の人がほとんどなわけだから、地域通貨を使う意味はほとんどないわけですよね。うん、まあ、それについてはこうサルボボの場合、私が言うのもなあれなんですけど、サルボボでしか手に入らないサービスとか、そういうものをこうなんていうの作って、観光で来る人もサルボボコインを使うメリットっていうのは作ってらっしゃるんで、それは面白いなと思ってたんですけど、他の国でなんかそういう、なんだろう、電子マネーで出る例っていうのはあるんで、まあ、電子マネーだから、今はもう地域通貨のかなりの部分がその電子マネー化してて、だから、時間銀行なんかそうだけど、うん、時間銀行とかもそれができた20年前30年前は、本当にそのもっとアナログでやってたけど、今はもうスマホのアプリとかが簡単に使えるようになったので、例えばこちらスペインでも大半の地域通貨はもうそっちの方に移行してますね、オンラインで。だからコレクターにとっては残念な話ですけど、昔だから2000年代ぐらいまでだったら、それぞれの地域に行って、例えば地域通貨のお札がもらえたみたいな感じでわーわー言ってた人たちが、そういうことは今はあまりできなくなってきたというわけですね。その電子マネーになった理由、メリットっていうのはないんですか？だからメリットとしては、まずだからお札を発行するとなる と一番大切なのは偽札をどうやって防ぐか。地域通貨の偽札が出たらいけないし、デメリットの方としては、まあ、そのネットに対応してない人、だからそういった IT に対応していない人が使えないというのはありましたが、ただ今の時点ではもう、特にだからスペインの場合、スマホを持ってない人っていうのは高齢者を含めてもそれほどいなくなってきたので、
で、なんだかそのネット、だからスマホのアプリが使えないっていう人の問題はあまりないかもしれませんけど、日本の場合はまあその問題が今も残ってるので、そこは考えないといけないと。それぐらいしかない。あと、うん、そうですね、それ以外は、むしろだからメリ、あまあ、まあ、ちょっと、話を後で戻すと、だからメリットとしては、やっぱりその、取引を全部記録できるので、統計とかを作るときに便利なんですよ。例えば、だからどういうことかというと、の1年終わった後で、去年、例えば去年サルボボ建ての取引が何件あって、それで、何万円、あるいは何億円相当のサルボボが動きましたっていう数字をボンと出せるわけですよ。それこそ、去年の数字っていうんだ、例えば昨年度の数字っていうんだったら、ね、4月1日の午前0時になった瞬間にその数字が出せるわけです、極論すると。デジタルだと、デジタルアナログだとそれこそ3月31日で締めていろんな関係者 のその取引の数字をちゃんと聞いてそれを足してみたいな、まあ、面倒な作業が必要だったけど、ね、アナログだ、デジタルだとそこら辺は機械が全部やってくれるので一瞬でできてしまうと。あ、今なんか書いてくれました、リサートさんが。あと通信インフラの整備状況だから CBDC は非常にちょっとだから 2つのテーマがあるのでちょっと、分けて話すと、まずだからその、電子通貨化という一般で話すと、まあ、通信インフラの整備状況もということで、だから、スマホの電波が届きにくい地域とかネットの回線が今でも遅い地域とかの場合は、まあ、そういう問題が、まあ、日本でもあるかもしれないし途上国だとまだまだそういう問題があるところも多いけど、少なくとも都市部ではそういうような問題が解決かなり解決されていると。でそう、まあ、ちょっと今回はまあ地域通貨がメインだったので CBDC については話しませんでしたけど、ちょっと CBDC についてはまあ、中央銀行デジタル通貨ということで、例えば、ちょっとご覧いただきますと、例えばこのページみたいに、日本でも日銀自体がこんなこと言ってるわけですよ。でまあ、中央銀行デジタル通貨っていうのが長いので特にネットで書く場合は CBDC って、略して書くんですけれども、まあ、日銀もそれなりのことを言い始めてると。でおそらく日本でも あと遅くて 2,3 年後ぐらいにはこういうのを本気でやりたいと思日銀も思ってるし、だからここでは、まあ、欧州中銀の話もありましたけど、間違いなく言えることとしては世界のあらゆる中央銀行が今、まあ、CBDC については検討していると、うん、いうことなんですね。でこちらスペインではその CBDC を推進しているのがそれこそスペイン銀行のも、前総裁、そうなんですよ、前総裁自身がそういう CBDC を推進する方向で動いてて、そういう、講演とかもネットで見れますけれども、なぜかというと、ま、その、スペインでその、CBDC を推進してるその、前総裁の場合、それこそスペインのバブルが弾けても大変だった時期に総裁をやってたわけですよ。でその時に気づいたのは、今のように銀行中央銀行が直接通貨を通貨発行量を決められず、で、民間銀行が、好き勝手 に通貨を発行して、それ がおかしくなってしまうと中央銀行が尻拭いをさせられるような状況だと中央銀行としてはたまらんというのがあるわけですね。なので、でかといってじゃあ、そういう救済をしないとの、救済措置をしないと、銀行がドミノ倒産して、スペイン経済が止まってしまう、大恐慌になってしまうと。だから そのような状況を避けるためには、そういう、信用
信用創造をやめさせるのがいいというですね。だからさっき言ったように、手元に100万円しか銀行がお金を持ってなくても、2000万円、3000万円貸し出せる今の通貨、金融の仕組みをやめさせるべきだっていうように考えてるわけですよ。うん、この古里さんが書いている国の主導の電子マネーと差別化できる余地はまだあると思っていますっていうのに関してはミゲルはどう思うんですか？ここがだからどう具体的にどうなるかってどういうようにできるかっていうのがあると思いますけど、ただ新金さんの場合はやっぱりも元の理念に戻って本当にだから地域の人たちがどういうように地域経済を発展させたいかっていうビジョンについてワイワイガヤガヤ発表できる場所にするということがあるんですね。でちょっとこの点でパルマス銀行についての話にちょっとあえて戻りたいと思いますが、ちょっとこのパルマス銀行の写真を、ちょっと改造、ちょっとのところの写真をちょっと、改造して紹介しますとこうなるわけですね。で、律子さんだと多分お分かりと思いますが、この画像でこの真ん中にフェコル、フォールムソシオエコノミコロカルって書いてありますよね。つまり、ブラジル の, そのパルマス銀行で何をやっているかというと、水曜日の夜7時に毎、みんな集まって、地元の人が集まって、地域の経済をこうしたいという話を、する場所を設けているわけですよ。だから、実際には経済だけじゃなくて、お隣さんが最近やかましいからどうにかならないみたいな、そういうレベル の話もあるんですけどね。うん、ここで大事なのは、じゃあ、今の地域を良くしていくためには、じゃあ具体的にどういうプロジェクトが必要で、そのプロジェクト を実現するためにはいくらお金が必要でですね、でそのプロジェクトが本当にその、財政的に、やっていけるのかみたいなこと。だから例えば、高齢者が多くて、高齢者が多いから例えばその、病院とかによるバス路線を増やしてほしいってい う声が出てくるわけですよね。病院から家まで直行できるようなバス路線を増やしてほしい。でその場合、だからバス会社と話をした上で、じゃあその路線が、成り立つだから、成り立つよう な仕組みをみんなで作っていこう。でバス会社自体は民間企業かもしれないけれども、もう大体そういうところのバス会社ってかなり、だから、法人格としては民間企業でも結構その公共の役割を持つわけじゃないですか。だからそのバス会社が本当に利益、自分の利益ばっかりを追求して、で好き勝手なことは、好き勝手 なことをやるようにはなかなかいかないわけで、やっぱりその地域の人たちのことを考えてみたいな感じで経営せざるを得ない。でそのあたりの、だからそういうような声 を、バス会社が受け取って、その上でバス会社としてもでもやっぱり赤字を出してまでその病院路線を運営するわけにはいかないから、じゃあこのバス路線を維持するためにはいくら具体的にお金が必要 でどうしても、それを、消費者だからその消費者がそのお金を負担できないのであれば、その分をどうやってカバーするか、だから行政からカバーしてもらうか、あるいは、そういった、地方のバス会社の典型的なパターンは高速バスで儲けたお金でそういった、路線バス、地元の路線バスの赤字を、カバーするというのがあったわけですけど、そのパターン がうまくいかないのなら、例えばバス会社自体が、観光客からもっと、利益 を取れるような事業をやって、その利益をそっちにその地元の人向けの、その病院路線の維持に、
向けるとか、まあ、やり方はいろいろあると思いますけど、そういうのをここで大切なのはその結論ではなくて、まあ、その結論についてはそれぞれの地域の事情があるからいいとして、その結論に至るまでその地域社会 で本当に 話していくっていうね、うん、ちなみにパルマス銀行って自治会が運営してるってさっき言ってたの、はい、はい、銀行じゃないってことっていうか、いやだから 法人格としては銀行じゃなくて、その NPO が動かしてるプロジェクトですね。日本でいうところの、日本だったら例えばどっかの自治会がね、NPO 法人化してて、その NPO 法人のプロジェクトとしてなんか実質上銀行みたいなことを銀行みたいなことをやって、それで、まあ、行政が支援してくれてるみたいな感じですね。どうだ、通貨はなんか地域通貨とか使ってるわけではない。だから地域通貨は発行されてはいるんですけれども、まあ、あそこの場合は、ちょっと融資するお金自体を、まあ、大銀行から借りたりとか してたのも、あと大銀行とか行政とか借りてたのがあるので、まあ、基本的にその、ブラジル の法定通貨レアル建てのを担保として発行される、だから1レアル1パルマみたいな形で発行される通貨 でその、まあ、だからパルマス銀行 がの重要度があるとしたら、さっき言ったように普通の銀行では口座を持てないような人たちでも口座を作れるという、そういう点ですね。で、口座を持てるの で今はもうそういう人たちでもスマホとか持ってたりするので、ブラジルのそういうところに住んでる人でも、だから彼らがスマホでだから決済やる、それこそサルボボと同じような感じでスマホ決済やれるわけですね。だから地元の食堂に行って、例えば300円とかのちょっと、なんかおやつ食べて300円って言ったら、その300円をスマホで払うみたいなことができるわけですよ、そういう銀行にお金が、銀行口座を持ってない人でも。それがパルマっていうあれなの。そう、パルマっていう名前だったりなわけですよ。うん、で、商店の場合は、レアル建てで払わなきゃいけない料金がいろいろ、税金とかあるいはその電気代とか払わなきゃいけないので、そういう場合にはパルマからレアルへの両替はできるようにしてるわけです。うんうん、あ、それは商店が後で買えるってこと。そう、必要な時に買えられるようにしてるわけです。なるほど、サルボボと同じで。そうだから消費者 と普通の消費者と商店が使えるような場合、消費者の場合は、日本円から地域通貨への一方通行なわけですよね。とか消費者が日本円に変えるメリットって基本的にないわけですから、に対して商店の場合はいろんな料金を日本円で払わなきゃいけないから、日本円 で払に両替できるようにしておく必要があるというわけ。ちなみにさっきパルマス銀行は100以上ある。はい、同じようなパルマス銀行自体はそのフォルタレーザという町の1地区にしかないけれども、同じようなシステムはブラジル全国に100ぐらいあるわけです。それぞれが違う名前の通貨でやってるって、はい、だからブラジル、コミュニティ開発銀行ネットワークっていうのがあって、それでだから会議とかやってるわけです。去年の会議の例については、僕も、記事を書いたので、オンラインで見てる方向けに、オンラインというか後で、この、録画を、後でご覧になってる方向けにちょっとその僕の記事を、紹介しますけど、こういう記事をだから去年書いたわけですよ、僕も。まだ読んでなかった、はい、まあ今ライブでご覧の方向けに今から、URL を、お届けしますが、こういう事例がブラジルにはあるわけですね。もう一回、なんかでもたくさん、だからちょっとこの画像を見ると分かるように、まあ、なんかカード発行したりスマホのアプリ eGeniero っていうのをやったりとか、そういうことをやってるわけですよ、ブラジルでも。
カード、クレジットカード、クレジットとかデ、あ、デビットカードの、まあ、あっちの場合はもともとデビットカードの側面が強いですね。なんかたくさん久里さんが書いてるけど、まあ、こういうところで、まあ、なんか千里さんが、まあ、ちょっとその警戒され、だからそのデジタル監視法についての話ですけれども、うん、ただ これじ、いや、懸念があるのは分かりますけど、今日のお題である地域通貨と直接どう関係あるかについて、ちょっと個人的にな、分からないので、このあたり説明していただけますか。確かに個人情報のが守られないことに対する懸念があるのは分かりますけど、ちょっと地域通貨のネタとどう関わるのかがちょっとこの記載では分かりにくいので。だからまあそもそもの、その信用のコミュニティがこうどれだけ近未来維持可能かっていうところに私の話はまあ毎回毎回落ち着くっていうか、まあだからまあコロナでますます経済が右肩下がりになってきて、あのね、なかなか将来的なコミュニティの維持とか超高齢化社会がどんどん進んで、あとはコロナ差別とかでなかなかこうコミュニティの維持が難しい状況で、そのなんていうかな、絆がの不安定さが、とってもこれからも増大していくんじゃないかなっていうような状況で、まあ、さっきの一番最初のインフラ整備っていうのは、だからなんかそこの恣意的にコミュニティを壊そうという、だ全体的にこう中央集権社会を進めようというようなこう力を持っている人たちは、恣意的にあのインフラ何か、まあ通信を止めるとか、そういう通信コミュニティ、デジタルコミュニケーションを、阻害するような行為をすれば、そういう地域通貨、デジタルの地域通貨のシステムもこう攻撃することができるし、まあそれはいろんな戦争でもそうだけど、うん、でそういうこう、地域通貨のやり取りのネタをもとに、そういう地域社会を破壊しようということも可能だなっていう、そういう懸念です。今現在そういうこうきちんとあのコミュニティがあのしっかりしている地域で、地域通貨を運用していることに対して何かあのネガティブな意見を述べようってことじゃなくて日本の現代の現状と近未来の状況を鑑みて、うん、そういう攻撃に対してあの強く立ち向かっていけるようなコミュニティが日本でこれからこうどれだけやっていけるのかなっていうがあるってことです。まあ、ちょっとそのあたり最近考えているのは、連帯経済っていう言い方をやめて市民社会経済という言い方を使った方がいいかなと思うんですけれども、結局連帯経済っていうのは何かっていう と、国家が自分の論理で、国家資本主義でもなければ、普通の資本主義でもなくて、で市民社会がそれあくまでもその、自分たちの、理想を実現するために、経済活動を行う経済活動なわけですね。具体的に言うと、例えばだから、分かりやすく言うと、だからあの日本で消費者請求 がその60年代以降、私はあの理念と意義は理解してるんだけれども、その理念と意義を理解する人の輪を広げるのが難しいって話。
まあ、それはまあ地域通貨に限らず、まあまあ連帯経済全体の話になるので、ちょっとなんというか。こんなもんなので、あんまりなんか、だから、声高にここで議論しても、あんまり、なんかこう、果実が得られるような話題ではない。今日よりも、今日話すよりも、それこそなんていうか、まあ、なんていうか、フリートークの時にゆっくり話した方がいいテーマだと思うので、ちょっと、もうちょっ と、社会、地域通貨、あ、伊丹先生どうぞ。地域通貨関係にもうちょっと近いネタをどうぞ。あ、すいません。お話どうもありがとうございました。すごく、はい、勉強になりました。で、実は前々からお伺いしたかったことですので、この機会にお話しいただければと思うんですが、ちょうどですね、日本において地域通貨の流行っていうのが2000年前後に一度大きくあったかと思います。それは我々同世代の人間として、ちょうどあれですよね、本当に学生の頃にそうした波が来て、でも実際に千葉でもピーナッツが2000年できてますし、まあ有名なところでは、有名というか逆に全然別の領域では、それこそ今カラダニ工人がナムの総括みたいなものをし始めてますが、ナムも2000年成立のものです。で、当時 その日本の、地域通貨運動っていうのがこう非常に活性化したその土壌っていうのは何だったのかっていうことと、それが結果的にしぼんでしまったことの理由、それとまた新たにですね、それこそコロナ禍において地域通貨についての注目っていうのは高まってるわけですが、まあ、今現状でのその新しい地域通貨の広がりっていったものが当時のものとはどう違うのか、質的に違うのか、および日本において望ましいその地域通貨というか、拡大しうる地域通貨の形態というのはどんなものなのかっていうような、ちょっと大きな話で申し訳ないんですが、もしよろしければこう当時のその日本の地域通貨のスタイルがどのような形で限定されてたのか等も含めてお話しいただければありがたいんですが、よろしいですか。まあピーナッツ、そうですね、日本の地域通貨については、まあそれこそフレア切符が1970年代から あったので、それに遡ることはできるんですが、やはりやっぱり一番大きかったのは99年の NHK のドキュメンタリーで、僕もそれを見て、なんだろう、通貨問題 の本質 を知ることができた世代なですけれども、やはりドキュメンタリーで、やっぱ通貨って、やはり通貨制度を変えることがその社会を良くすることにおいて、欠かせないっていう、そういう考え発想が出たことがすごく大きて、ドキュメンタリーを直接見た世代の人たちは、人たちが動いたっていうのは大きかったですね。ちょっとそこの確認なんですが、まあ、実際に本も出たので、本とか、あるいはドキュメンタリーをの録画版が結構流布されたので、あれを見た人も結構多かったですね。確認したいのが、すみません、私自身はそうした流れの中で、要するに日本国民の一人として、あ、地域通貨ってブームになってんだっていうような実感を持ったのは、やはりそのドキュメンタリーであったりとかするわけですが、実際に地域通貨の実践、新しく始める運動自体が広がったのもあの後なんですか。だからそうですね、ドキュメンタリーが放送された時点で日本に存在したのは、そのフレア切符系とピーナッツぐらいしかなくて、多分ドキュメンタリーがなかったら、それほど、多分日本でも ほとんどは、だから地域通貨ブームは間違いなく起きなかったはずだと言えます。そのぐらい影響力が大きかったのは確かですね。で、はい、続けてください、お願いします。で、だから2002、2003年ぐらいが日本のピークだったと思うんですけど、その後で日本が地域通貨がやっぱり途絶えてしまった理由としては、やっぱり地域通貨同士のネットワークっていうのが作れなかった。やっぱりここら辺は、まあ、僕自体だから自己批判も含めて言いますけど、やっぱり日本社会がタコツボ的で、それ地域通貨 の例えばあるところで地域通貨作ってたら、そこの地域だけ考えて日本の他の事例と交流しようとはしない、ましてや海外はもう、はい、海外との交流なんてみたいな感じになってしまった。
で、まあ、で、まあ、で、それで地域通貨が途絶え、で、2005、6年頃は、重機カードと地域通貨を結びつける事業があって、あれもかなり強引で、個人的にはかなり強引だったと思いますし、それでうまく続かなかった。もしかして。そういうの、そういう事業もあり。ので、だから今の、だから2021年現在で日本全国探しても動いてる地域通貨って多分党あるかないかぐらいだと思うんですけど、すみません、ちょっと確認なんですが、今のそのネットワークの話ってすごく面白いと思うんですが、例えばその地域通貨ってそもそもですね、極めてローカルなところにでしか流通しないことに特徴を持っているわけですが、まあ、そういう意味ではもしかしたらある地域だけでその地域通貨自体がずっと継続し続けるっていうようなこともあり得るかと思うんですが、やっぱりこう全国的に広がるためにはやっぱりネットワークみたいなものがどうしても欠かせないというような。いや、だからまあ取引自体は地元でやっていいわけですよ。例えば千葉で例えばピーナッツの人たちが無理に鹿児島からジャガイモを持ってくることはないわけですよ。だからといってじゃあ俺たちは千葉の人間だから鹿児島とかどうでもいいっていうのは、それはそれでなんかすごく寂しい話で、だから仮に例えば鹿児島だの北海道だの、北陸だので面白い取り組みがあったら、じゃあそこの人たちとの事例もちょっと勉強してみようみたいなことができたわけですよね。うんうんうん。で結局そういう流れが作れなかった。僕も九州レベルでそれができないかなってやって、1回九州レベルのミーティングやったんですけど続かなかった。なるほど。やっぱそこが日本の弱さかなという気がするんですね。だから、今結局これはまあ連帯経済全体の話でも言えるわけですけども、結局ネットワークを組むっていうのはそういうところで、地元のだから千葉は千葉で動いてて構わないわけですけれども、その千葉が例えば、関西から東北から沖縄からどこでもいいんですけど、そういうところから、学ぶ姿勢、また逆にその千葉が他の地域に教えることもあってもいいんですけど、それ本当にその事例同士での水平な関係っていうのを作れるかどうかだったわけです。でだから僕はそこら辺で日本で、正直なところ幻滅してから、スペインに来て、でその関係もあってスペインでネットワークを組、まあ、ネットワーク作りにずっと動いてて、でそれでまあそのネットワークは今活発かどうかはちょっとあれですけど、少なくてもある程度お互いの事例を知ってて、お互いに交流がある状態がスペインではこの10年間続いてると。本当にすごく本質的な回答で結構楽しいです。実は他の方とかに聞いたときには、どちらかというとですね、今のようなネットワークの話というよりも、むしろですね、そのこそ各地域通貨に関与する人たちのもうインセンティブっていったものをもう少し十分に引き出すことができなかったであったりとか、そういう失敗の話され方をするので、今のお話は本当に何ていうのかな、ちょっと目から鱗の感じがいたしました。まあ、でそれに関連してそれこそあれですね、先ほども少しお話ししましたが、現在また改めてこう地域通貨についての注目というか評価が高まってきているわけですが、まあ、それにおいても同じような評価になるわけでしょうか。ネットワークを作るか作らないかが大事であってというような形ですか。それと同時に私が聞きたいのは、それぞれ個々の形で新しくできている地域通貨っていうものが、当時の2000年前後の頃の地域通貨の形と何か質的にこう大きな変化っていうのがトレンドとして見られるのかどうかっていうこともお伺いしたいです。正直なところ、まあ、今の日本の地域通貨の事例についてはあまりフォローできてないので、僕が、コメントしてもなんか的外れになることはあるんじゃないかと思いますが、もちろんだからインセンティブが当時に足りなかったっていうのも、それも原因の一つとしてはあるんですが、ただそれについても、そういう本当にお互い日本全国で学び合える状況が作れていたなら、ある程度回避できたんではないか、という気はするわけですね。だからでやっぱりそういうのもあるので、本当に、まあ、連帯経済一般でもそうなんですが、とにかく全国のネットワークを作って、やっぱりこういう、オンライン会議とかをするっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。だから
昔は例えば東京 で会議をやるとなると東京まで行くお金がないっていうの で拒否し参加できなかった人地方の人も多かったわけですけど、今はもはやそれは言い訳にならないわけじゃないですか、うん、お金とか時間がないから東京には行けないっていうのは、うん、まあだからそういうのでやっぱりそのズーム疲れがあるのは分かるかもしれないけど、じゃあ、ズームに参加するよりも、例えば高山から東京まで行って帰る方が楽なのかっていうと、そんなことはないわけでしょ、ね、うんうん。高山でも沖縄でもいいですけど、やっぱり、日本各地の人が一堂に集まって会議をするという場合は、やっぱりズームがすごく、ズームとか、まあ、別のプラットフォームでもいいですけど、そういうのがすごく便利なので、やっぱそういうオンライン会議で本当に日本 のいろんな地域の人を集めて、そういう人との間でワイワイガヤガヤやる機会を増やしていくということですね。で、ちょっと、なんだ松田さんのコメントもありますが、ちょっとこれについては伊丹先生の回答の後に話として。で、まあ、今 の時代。そういう意味ではですね、はいはい、おそらくそれこそ先ほどお話しされた2000年頃の地域通貨の失敗っていったものに対して、うん、今であればむしろ、なんていうのかな、そこに対してその意識が強いか低いかは別にして、ネットワークを極めて形成しやすいような技術的なインフラと、我々の行動変容っていったものがあるので、もしかしたら今回のものは広がりうる余地が十分にあるのかなっていうような理解でよろしいんですかね。そうですね。それと、まあ、あと、まあ、個人的にそういうズームとかあるんだとか、ちょっとこれ一回できるかどうかちょっと、考えて検討してみますけど、地域通貨でやっぱり、うん、この20年以上活発に動いてるところで、やっぱり各国のそのテジョンにある販売列っていうのがあるんですね。これは本当にだから韓国の中でももう地域通貨は潰れたところが多いんですが、販売列だけは本当に20年以上ずっと続いてるわけですよ。でもっと面白いのはその販売列 のその土壌があって、それで、日本語に訳すとタンポポ医療協同組合、医療生協ってになるんですかね、そこが、活動を広げてるわけですよ。で地域通貨建て でその、医療費を払えるという。だからそのあたりの話、ちょっと、もしかちょっと可能かどうか、ちょっとそのあたりちょっと、ちょっと韓国側に聞いてみますけどね、ちょっと通訳だ、誰かにお願いできるかも含めて、あとか、こういう時に丸山先生ってお頼むっていう手があるようなと。丸山先生にこういうことさせたら喜ぶと思うんですが、どうでしょう。だと思います。どうもありがとうございました。松田さんの質問の方どうぞ。だからまあ、松田さんのあれで、まあ、こう目的別のだから環境問題、目的別 の通貨っていうのはある、正直なところあまりある分野だけに限った通貨っていうのは個人的には、魅力を、そこまで魅力は感じないものの、ただそういうのでうまくいってる事例として、ブラジルのフォーラドエイショっていうグループがあるんですよ。これはまあミュージシャン、まあ、どっちかロックグループとかをやってるグループなんですけど、彼らがですね、なんかその、まあ、インディー系 のグループをですね、作ってて、その彼ら同士でイベントをやるときに、その、まあ、時間銀行みたいなことをやってるわけですよ。だから、ブラジルといってもそのリオやサンパウロみたいな大都市もあれば田舎もあるわけですけど、そういう全国レベルでミュージシャンが行き来したりするときにお互いにその拠点に留めさせてやることで、まあ宿代を節約したり、あるいはイベントやるときにお互いにそのビデオカメラとかサウンドとかそういったの関係者をの費用を地域通貨で払うことでそこを節約したりとか、そういうことで互恵関係を結んでる例はありますけれども、フェアコイン、フェアコイン正直よくわからないというか、まあ、だからカタルージャ共同総合協同組合自体は、まあ、今別の名前でになってますけど、すごく理念的には面白いものの、あまりにも理念が走りすぎてて、じゃあ具体的に何やってるのというのがつかみづらい。なんかだから、学者が、だから、特にアナーキストの学者が、なんか、一晩なんか面白い話を楽しむにはいいのかもしれないけれども、
その現実にじゃあ具体的にじゃあ どこの農園で何をどこの農園からどういう野菜を買ってるのかとかそういうような話が個人的にはちょっと弱い気がするかなと思いますね。なんかあれフェアコインのページ見てもちょっとだいぶ前しか見てないけどいまいちよくわかんないんだけど、でもその松田さんが書いた意味のなんていうの、あの目的別っていうか、ただ、彼ら自体は、そのもともとの名称あるように総合協同組合、つまり、例えば芸術とか環境に特化するわけじゃなくて、衣食住全部、衣食住とか交通とか全部、自分たち、だからもともと彼らアナーキストですので、基本的に政府に頼らず生活が完結できるような状況を作るのが夢なわけですよ。だから食であればそこら辺のスーパーに行かなくても自分たちで作った野菜とかをだけを食べて生きていくと、それだけ資本主義から自立できるわけですよね。で、インターネット電気も例えば自分たちで太陽光発のパネルとかを つけてその電気だけで生活していくと、で電気会社にお金を払わなくていい、そういう発想 でその生活全部をカバーしていこうっていうのが彼らの発想なわけですね。なので彼らの場合はその分野別というよりはむしろ分野横断型 の一番いい事例だと思うんですが、ただまあそのアナキーな 理念がすごく強すぎて、果たして本当にそんなにできるのとか彼らが言ってた。だから交通もそのアナーキーなレベルでとか言ったりするんですけど、交通なんてまさにそれこそ行政とかが管理し、ある程度管理した方が効率が良さそうなところもあるし、あとさすがに彼らでももう、コロナの中でじゃあ、行政が嫌いだからワクチンは打たねえぜっていうような感じにはさすがになってないと。なんかあのフェアコインのページで見て面白いと思ったのは、そのちょっとこの先日あの日本の NPO バンクのあの未来バンクの田中さんにインタビューした時にもちょっと似たような話が出たんですけど、要するにあのフェアコインであのなんていうの財団じゃなくてなんていうんだあのこう資金を貯めて、それをそれこそ社会的連帯経済みたいなプロジェクトに貸すっていうか、そういうのも含めてフェアコインをやってますっていう、なんかそういうのがあったんで、まあその分野別というよりは要するにフェアな世界を作るためにこのお金を使いましょうっていう。いやいや、だから、まあ、理念は、だから彼らの場合、理念はよくわかるわけですよ。じゃあ、でも具体的にじゃあどこまでやれてるのっていうのがあって、うん、いや、だから、日本人、ラテンがのラテン人感っていうのは、いい加減っていうのがありますけど、ラテン人って、実はいい加減じゃなくて、もうすごく理念的なんですよね。でだから理念の大枠に興味がいってるから細かいところを見ない で細かいところを見るのが大好きな日本人からするとラテン人はいい加減に見えるけど、そうではなくてラテン人というのはその大枠を重要視する という違いがあるんですが、やっぱそのあたりで、話を戻すと、はっきり言って理念が大きすぎて、あまりにも大きな理念を持ってて現実化できるかどうかっていうのに対応できてない。まあそれはラテン人の全体的な傾向であるとしても、その中でも、フェアコインにつフェアコインっていうか、まあそのフェアコープもそうですけど、彼らの理念ってあまりにも大きすぎて現実化できてない。だから本人たちは悪気ないのかもしれないけど、なんかほら吹き状態 になってしまってるような気もしないではないんですけど、ここから先は僕もわからないし、そこから先を本当に知りたかったら、じゃあフェアコープの会員になってくださいとしか言えないですね。いや、あの三浦さんのおっしゃっているのって、本当にバックグラウンドにどのような思想性があるのかって極めて重要で、いわゆる補完型のようなあの地域通貨と、それと離脱型の地域通貨って、おそらく
特徴としてあると思っていて、離脱型って結果的に通貨だけではなくてあらゆるものをいわゆる国家権力であったりとかマーケットから離脱させていくっていうのが完成形なの でそうすると結果としてなんていうのかな、結構無茶なことやるなっていうような感じにしか今の段階では見えないっていうような特徴がどうしても現れてきてしまうと。それはおそらく同じミッションであったりとか同じイデオロギーを共有するような人たちの間でしかなかなか納得ができない部分があるので、どうしてもそのイデオロギー外の人からはそう見えてしまうっていうのはまあ必然なんじゃないのかなと思います。で同時にすみません、実は僕松田さんのご指摘って非常に重要だと思っていて、実はプラットフォーム共同組合主義っていうような今、ニュースクールのなんていうかな人たちが中心になって進めている、まあ、共同組合運動が一つあるんですけど、そこの中でもやっぱ関係してどちらかというとそれこそブロックチェーン技術、とりわけイーサリアムみたいなものを使った形で、まあ、通貨っていうだけではなくてあらゆるもの、要するになんか基調することですね。要するにブロックチェーンってなんか基調によってその信用性そのものが維持されていく。でそれはなんていうのかな、まあ、飽きると端的に言えばそれだけなのかもしれないんだけど、それによってできることってたくさんあって、それこそこう目的別に例えば教育学校を作るであったりとか、いろいろなそのなんていうのかな、ネット上で完結できるようなものであれば、本当にブロックチェーン技術を使えばあらゆる形で何かいろんな事業が展開できるんじゃないのかなと。でそれは本当に松田さんおっしゃられるような目的別のコミュニティそのものを、コミュニティそのものと言えないよね。目的別のコミュニティってないので、コミュニティ総合的なので。だから目的別のあらゆるそのニーズっていったものを充足するようなことっていうのは、割とできるような形でこう動いているのかなと。技術的なインフラとしては動いているんじゃないのかなと。でも実際にその技術的にできるかどうかっていうような話と、まあ、それとこう現実の話っていうのは、またまた別の話だと思いますので、そこあたりちょっと含めてお話しいただければ。まあ、だからやっぱり通貨っていうのは基本的に、うん、個人、人間のさまざまな需要を全てカバーできるっていうのがやっぱり大きいの で、だから僕たちの場合、例えば、大学のだから、例えば伊丹先生の場合は連帯経済について教えるということを通じてお金を生まれ、そのお金で衣食住で全てのをカバーしてるわけじゃないですか。で地域通貨 でそれをが、それが、だから例えば芸術だけに限られてしまう と、当事者にとってどのぐらい魅力があるの、まあ、なくはないかもしれないけど魅力がかなりそがれるところはあると。だから例えば、イラストを描いてそれで地域通貨をもらっても、そのイラスト、その地域通貨で他の絵しかもらえないとなると、まあないよりはマシかもしれないけど、でもイラストばっか、さすがに霞を食べて生きていくわけにはいかないので、やっぱりそう、地域通貨でやっぱりご飯を食べたいよねという話になってくるわけじゃないですか。で実際地域通貨で大体うまくいってる例って、地域通貨で食事ができるかどうかにかかってくるところが大きいので、いや僕はだから結局すごく松田さんにもお話しいただきたいんだけど、地域通貨であったりとか通貨っていった時のその我々が漠然と持ってるイメージ、それこそ今日一番最初にミゲル氏がお話しされたようにお金って何ですかっていうようなものとも関係してくるんですけど、自分たちの想像力が結構やはり現実の使い方によって制約されている部分があって、もう少しこう広い形で使いうる可能性ってあるのかなという、それこそブロックチェーン技術を使ってやってるのはやっぱりそういう話なんですよね。で何かっていうと、そうですね、いきなりは表現しづらい部分があるんだけど、それこそですね、交換や決済っていったものを、まあ、通貨が一つの機能として担うとしたら、まあ、そうしたものっていうのはそれこそ先ほどミゲル氏おっしゃったように、やっぱりあらゆる人間の行為に対して介在してくると。でそうしたものも含めてこう全てこう台帳に記載されていくことによって、実際に何が行われたのかっていうことが、まあ、信用を持ってこう社会的にランディングしていくっていうような、そういう可能性ってすごくあると思うので、ちょっと僕は松田さん何考えてるのかちょっと
すごく興味があるので、なんかチャットも含めてなんかご発言いただきたいなと思ってたりするんだけど、どうなんだろう、もう出ちゃった。いや、います今声聞こえてますでしょうか。はい、はい、どうぞ。そう、私が言ったのはだから地域通貨の理念とは相反するのかなと思いつつ、思考実験としていろいろ考えてた時に、まあ、ネット社会がこれだけ発達して、まあ、良くないことでもあるんですけど、その趣味の分野とか、その、まあ、確かに食べることにはなかなか直接通じにくいものがあるかもしれないんだけれども、いわゆるそのもうちょっと世界的な課題としてやっぱり今環境問題とかはあると思うし、まあ、それは温度差はいろいろあるとはいえ、そういったものとうまくその目的とこう生活圏とその交換価値みたいなのを結びつけて、運動体としての中でのこうなんか交換価値みたいなものを形成する方が、あの実際あの支援っていうものが先ほども言われたように壊れている中でもなんか形成しやすかったりするのかなっていうのを考えてたんですけど、まあ、確かにその魅力を感じないってミゲルさんがおっしゃったのはもうよく分かっていて、それしちゃうと何て言うかな、当初の地域通貨が目指してた何て言うかこう地域で回すみたいなことにはあんまならないから、単純にその良くない何だろう、それがいい結果をもたらすとはあんまり思わないのかもしれないけど、やりやすさ、そうそう、食べられるかどうかっていうのが大事なので、そこに理念を置くなら、でもまあ環境問題って、もうちょっといくとその環境が完全に破壊されてしまったら食べられなくなるので、多分あのそこの根本問題に危機感を持ってる人たちの中での、なんか通貨という概念を通じたなんかその地域を超えた連帯活動みたいなことがあり得るのかなと思ってるんですけど、全然その具体的な事例と私は結びついてないので、本当に思考実験みたいな感じなので、あんまりあの深いことは言えません。やっぱりなんか、社会実験としてはいくらでもできると思うんですけど、中長期的に続くかとなると、やっぱりそこら辺で実際の魅力があるかどうか、そうですね、例えば、すみません、あの一つ、それこそ地域通貨そのものの、あの今日の説明でもありましたが、まあ、通用性というか持続可能性を考えたときには、しっかりとしたそれこそフリーライドできないようなサンクションを作っていくというのは一つの道なわけですけど、でそうしたもの自身がもしかしたら、あの地域通貨の理想とする理念と、まあ、ちょっともしかしたら相反する部分があったりするのかなっていうような気もしないでもないわけです。で実はそれこそあのやっぱりブロックチェーン技術を通じてやってるのが、やっぱりそうしたものをどちらかというと技術においてつなげていく方法として僕はなんかちょっと夢があるのかなというような気もしているんですけど、個人的にはなんか個人的にはブロックチェーンってみんな騒ぎすぎなところがあると思うんですね、ブロックチェーンってあくまでもツールであったから、僕はよくあのこちらでも言うんですけど、ブロックチェーンをが技術的にはいいかもしれないけど、それにこだわるっていうのは、例えば東京から、京都に移動するのに新幹線でなきゃいけないっていうようなもので、確かに新幹線は便利だし、新幹線の方 が東京京都の移動では最適なケースはあるけど、それが全てとは限らない。例えば、東京から京都に引っ越しして家財道具全部持っていく場合には、トラック、そのワゴン車とかトラックでを使った方が良かったりするし、あるいは、まあ、そこまで行かなくても、例えば東京、関東以外の人の場合、東京っていう単語で実は埼玉とか、神奈川とかの意味にもなったりしますけど、そういう意味 の東京ですね。だから例えば、例えば春日部あたりから京都も亀岡あたり に移動する場合に、しかも、子ども3人での家族連れ移動する場合、お金はかかる、時間はかかるかもしれないけれども、
車で移動した方が、新幹線で移動した方するよりも、いいという結論になる場合もあるわけですよね。そうすると何を言いたいかというと、ブロックチェーンという技術そのものは絶対的ではないと、うん、いやそこで だからブロックチェーン以外にも、ツールはあって、だからそれツールで状況によって、ツールを使い分ける。だから極論すると、で電気がない、今でも電気が通ってないよう なんかその途上国のすごいど田舎の場合、ブロックチェーンとかいくら騒いでも意味ないわけじゃないですか。いや僕もそうだと思います。やっぱりあの伏線化っていうことが一番重要だと思っていて、あの結局地域通貨が ある種 そのリゴリスティックな地域通貨がやろうとしてきたものっていうのは、それこそ国家であったりとか、まあ、マーケットっていったものが持っていた機能を全部内側に包摂するような形で実現しようとすることに無理があったのかもしれないと考えると、もう僕はだからブロックチェーンに関してもブロックチェーン万能論ではなくて、まあ、一応その可能性をちょっと試してみようよっていうような、それこそ実験する場としてのブロックチェーンだし、それはあくまで伏線的な選択肢のうちの一つだと考えています。そこの一番重要なところは、全部内側に抱え込むのではなくて、やっぱりある程度それこそマーケットであったりとか、まあ、国家っていったようなものとの関係性を適度な感じで保ちつつ進んでいくというようなことが、もしかしたらこう、これまでのなんていうのかな、その極めて強い地域通貨主義であったりとかの失敗から学ぶべき点なのかなというような気もします。同時にその右田さんおっしゃったように、ネットワーク化っていうのはそれを防げる大きな一つのあれなのかなと、ツールなのかなという気もしてます。あとだからブロックチェーンと、ここで区別しなきゃいけないのは、ブロックチェーン と暗号通貨 とその暗号通貨の一種類であるビットコインで、この3つが ごちゃごちゃになっていることがあるんですね。だからブロックチェーン自体はその誰かが悪意を持って、情報を改変することがないような仕組みであって、だからブロックよく言われてるじゃない、例えば、戸籍をブロックチェーン化したりとか、そういう話出てますけど、はっきり言ってそういうので情報を の改変を防ぐための裏、二重三重の、確認をするという意味であれば、ブロックチェーンは、うん、お金以外、だから通貨決済以外のあらゆる分野で使えるわけですよ。まずそれが、うん、それとは別に、暗号通貨一般があって、で暗号通貨というのはその、ブロックチェーンの技術を使った通貨で、その中 でブロックもその、ビットコインは一番有名かもしれないけども、あくまでも事例の一つであって、ビットコインの特徴としてはその、ビットコインをの、の発行がそのマイニングという、特殊な形で行われているという。だから僕はその、ビットコイン のマイニングについてはすごくは批判的ですけれども、それ と、暗号通貨全体に対する批判というのは別物なわけですよ。でそこを区別していかないといけないんですが、結構みんなその3つをごっちゃにして議論しているところがあるので、うん、僕はあくまでブロックチェーン、だからそれをごっちゃにするというのは、だから、日本政府 と安倍晋三と自民党をごっちゃにするようなもので、一応それぞれ違うわけじゃないですか。それはその通りだと思いますよ。だから、ブロックチェーン自体 はそのなんていうか、そういう改変され情報を改変されないようにっていう意味では、いろんなところで今後いろんなところで使われると思います。だからそれっていうのは、例えば30年ぐらい前の世界だったら E メールを使う人もあまりいなかったけれども、今はもう E メールを 使えない人の方が珍しくなってるとか、そういうような感じ でだから30年前40年前だったら手紙で伝えてたようなこと、今は大抵 E メールとかその他のオンライン のネット使って伝えるわけじゃないですか。そういうようなので、メディアは変わるけれども、もう、そのメディアで、とは関係なく、じゃあ通貨をそもそも誰がどういう目的で発行してっていうのはあるわけですよ。
でそこを考えた場合、少なくともビットコインの通貨の発行方法は、市民社会が管理するという形では全然ないので、個人的には不適切だと思うわけです。僕もだから僕は仮想通貨そのものに対してはその別に賛成であったりとか期待を持っているわけではないし、 とりわけ現実に存在する仮想通貨に対してはむしろ批判的で、それとは別にそれこそ松田さんがおっしゃったような可能性っていったものがむしろビットコインみたいなのに象徴されるものではなく、ブロックチェーン技術の中から見出していくことができる可能性っていうのは十分にあるんじゃないかと。そうなんです。それはやっぱりあれなんですよ、部分的には撤退なんですよね。全面的に撤退を施行するのではなくて、ある種のその機能であったりとか、ある種のコミュニティ、ある種の事業っていうものだけを取り出して、そこの内部で完結できるような重層性を持っていると。要するに、こちらにもつながっているような重層性を持っている。まあ、個人的にそこら辺、あまり難しい、簡単に考えるところがあるんですが、なんて言ったらいいかな、通貨自体は、だから法定通貨がなくなるということはありえないでしょう。だから、どっかの国がビットコインを法定通貨として採用することは、はありえない。で、ビットコインでなくても、他の暗号通貨であっても、少なくても民間が勝手に運営している通貨をそのまま、法定通貨として、採用するというのは、無理でしょう。で、法定通貨が、占める。で、地域通貨の、個人的には地域通貨の運動というのは、その法定通貨 の問題点を、表裏一体だと思うわけですね。だから、簡単に言うと、すっごくお金が あって、だからその国がすごくお金持ちで、だから石油成金の組みたいに、その石油を売ったお金で、みんな働かなくても、生活できる。で、外国人労働者が来て、建物を建てたり、料理を作ったり、そういうことをしてくれるような国だったら、地域通貨っていらないわけですよ。で、実際にはそんな国は多くなくて、大抵の国は多かれ少なかれ何らかの形で問題を抱えているわけで、その問題で法定通貨 のあれで、その法定通貨をカバーする形で、地域通貨が市民社会が運営して、それで、ある程度その、需要を満たせる、余地は残ってるっていうことですね。だから、すいません、いいですか、多分ね、はい、まだね、私の質問の仕方自体が悪かった部分が大きいんだと思うんだけど、ちょっと噛み合ってない部分があるんだよね。実はこういうことなんです。で、実は法定通貨とそれと地域通貨のそれこ対比みたいな話ではなくて、実は地域通貨運動そのものには単にその通貨っていうようなものではなくて、それを通して実現したい何者かっていうものがたくさんあったはずなのね。コミュニティのあり方であったりとか、でそうしたものをこう通貨っていうような形ではなく実現しうる方法っていったものは、先ほど松田さんがご指摘されたものであったりとか、私が今言っているような形で、それこそブロックチェーンであったりとか何らか別の形でこうその実現しうる可能性っていうのはあるんじゃないかと。そういう意味では地域通貨っていうような名称であったりとか、我々が持っている地域通貨に対するこう考え方の狭さ自体をもう少し解放していく必要があるんじゃないかっていうのが実は質問だったので、実はちょっとずれるんです。それまた改めて、すいません、長い話になって、もうちょっと分かりやすく言うと、例えば芸術を、例えば芸術活動を促進したいのであれば、それ が一番上の目的で、その目的 の道具として地域通貨をデザインするという、そういうわけでもないのね。だからその目的のために地域通貨をデザインするっていうのが地域通貨運動であったわけだけど、地域通貨運動じゃなくて別の方法でその目的自体を実現できるような形っていうのがあるんじゃないかと。
それはあの地域通貨ではない形で の, あの関係性の持ち方っていう、うん、まあそこ、ここから先はまあいろいろちょっと僕やり方はあの場を改めてと思います。すみません、ちょっと多分これ長くなっちゃうといけないので、はい、まあ、ちょっと、まあ、他の方、よければ質問でもご意見でもあればと思いますが、おお、全員しゃべったまあでもちょっとその、半分列についてはちょっと、考えてみたいと思います。できるかどうかっていうのは、うん、あ、ちょっともし、8月については基本的に北半球が夏なので、まあ、日本はあまり夏休みを重視する国じゃないから8月もやりますけど、そうすると、まあ、8月の場合は基本はちょっととりあえず、ここで、今日の話はここまでで終わるとして、でとりあえず今6、7、8月について考えているのはちょっと、8月から入りましたけど、8月はちょっとアルゼンチン その社会的経済局っていうのがあって動いているので、さっき言った理由で8月は、北半球の国は夏休みだけど、南半球アルゼンチンとかブラジルは夏休み関係ないので、逆に南米のに話を聞くにはそういう時がいいということで、ちょっと8月アルゼンチンから誰か呼べないかなと考えているのと、あとちょっとさっきあの韓国の反番列の話がありましたが、ちょっとその関係の人に講演をお願いできないか、ちょっと今から、ちょっと、質問してみたいと思います。であと、はい、両方とも8月、いやいや、それはいや、毎月1のペースは崩したくないので、だからまあ7月6月については、だから反番列か、あとフェアトレードの方が結局なんか、スペイン で講演できる人ちょっと探してるんですけど、なかなか見つからないので、あとまあその日本の、琉球大学でのその、留学を終えて、去年国に帰ったコスタリカ人がにちょっとコスタリカの共同組合について話してもらえないかみたいなちょっと話を今してるので、ちょっとそれもできないか考えてるところです。でまあまあ、日本に5年ぐらい留学してたので、ある程度日本語は できるはずですから、まあまあ、僕は通訳が、通訳というか、まあ、助けが必要な時は僕が入るけれども、まあ、そのあたコスタリカについては僕もあまり知らないので、ちょっと、まあ、話をしてもらう機会を作るのは大切かなって、ちょっとそんな感じでここ、今後数ヶ月は考えているところです。ということで、とりあえず、ここで、ここまでで、公式の、話は終わりたいと思います。